ちょっとまさか牛に行くにはちょっと勇気がいる残高ではありますけど、ね、せっかくまさか来たやっぱね、荒竹さん行きたいですよね。さてね、買ってきましたけどね、牛肉弁当でしょ、こんな感じで荒竹さん ねやっぱ駅弁いいですよね。やっぱね、こういう旅はね駅弁ですよね。これあのちなみに校内側のね、やつこんな感じ、ちなみにねこんな案内ももらってきました。もうね、あの荒竹さんの弁当に関してましてはね、私がねどうのこうの言うまでもなく、あのスーツさんのねもう動画でねもうねたくさんね紹介されてますし、他のねあの鉄道系の方でもね、まあここはもうね全国でもなかなか屈指のねあの名駅弁でございますから、特にこのモーダル弁当とか有名ですよね。あと、よくやってるのがこれ、まさか牛物語とかね、加熱式駅弁ということでね、これあのほかほかで熱々で食べれるというのでね、非常に好評なんですけど、風が、そうそうそう、まあ、とりあえず私はね定番のねこのね牛肉弁当にしてみましたけどね、これもねこれで、ね、面白い、試みがあって、こんな風にね、あの掛け紙がねいろんなバージョンがあるんですよね。DD コシヒキもね10連とかね、なかなかね面白いいい感じですけど、オードマイのセメント貨車とかね、いろいろとねこういうねちょっとレアなねあのやつをねこう柄にしてるのがあるみたいでね、こんな感じにしてみました。特選牛肉弁当ってね、ほらこれはちなみにねちょっとね、ちっちゃいならこれ見ておおってね、これはあれじゃないですかっていう笑いをするとこでしょうけど、私ねこれ何のやつなんですかってね、あのねあんま詳しくないですからね聞きました。これあの臨時団体電車のねやつで、いや昔はあのね伊勢志摩といったら、修学旅行なんかでね、あのよく使われる、旅先の一つでございましたが、定番ね、そういうもの時のやつらしいですけどね。よいしょ、こういったね、いろんなね、これがね、26種類って言っただけね、これ新しくできたっていうね、神山機関区とかって言ってますけど、そうですね、ここには載ってないですよ、これ新しいんでね、まだ載ってないですけどね、規制貨物とか、昔のね、規制線は貨物とかも入ってましたし、あで、近鉄もあるんですね。まあ、近鉄も乗り入れてますからね、JR だけかと思ったら、面白いですね。あ、でもこれは JR の時のやつですね。もう JR のマークが入ってますもんね。ちなみにね、このね、牛肉弁当とかね、あの、モータロー弁当は実はまさか牛ではないんですよね。黒毛和牛ってことで、まあでも黒毛和牛で十分なんですよ。まあね、でもせっかくね、あの、まさか来たんだからね、それはまさか牛でしょうっていう方はね、こちらの方ってことですね。ちょっとね、やはりお値段がね、ちょっと入りますけどね、3800円とかっていう値段より、こっちはもう正真正銘のマサゴシが使われるってことですんでね、まあ、これはこれね、あの美味しいんですけど、まあね、今回はね、ちょっと定番の方からいってみました。あの、さっきも言った通りね、ちょっとね、今ね、ちょっと、ね、なかなかね、今ね、5000円っていうとね、さ、この後の借りがなかなか大変なことになりますんでね、ははは。で、あれですと、一応ね、これね、車の方でも買えますからね、ドライブインありますんでね、会議場の方ですね、ってことですね。快速どうかな、座れるかな、大丈夫そうかな。おで、やっぱりライブ前の方だな。はいはいはい、こっちが自由席やな、大丈夫、自由席や、よし。